さあ、Perfume ファンの皆さん、Perfume に興味がある皆さん、プラス AKB ファンのそこのあなたもですね、ぜひこの動画を見ていただきたいと思います。今回はインフォメーションになるんですけれども、Perfume の新しいアルバムとツアーが発表されました。はい、ぜひこの情報を聞いていただきたいんだけれども、まず、小島はですね、最近はもっぱら AKB のねことを発信しまくってるわけですよ。この YouTube でもそうだし、まあ、X とかでもそうなんですけど、だけどもともとは Perfume ファンで Perfume のことをねもう常々こう発信していたものなんですが、で今回久しぶりの Perfume 動画になるわけですけれども、今回はすでに Perfume が好きで私のことをね見てくれてる方にも改めてインフォメーションっていうのと、それこそ AKB のファンの方たちもちょっと Perfume のライブ行ってみようかなみたいなことを思ったらくれたらいいなみたいなことの気持ちを込めて撮ってます。はい、まずですね、オリジナルニューアルバム、タイトル「ネビュラロマンス前編後編」というタイトルで、発売日、前編の発売日が2024年10月30日で、先行して9月20日にデジタルリリースも決定しております。イエーイ。なのでこういうオリジナルアルバムっていうのはいつぶりですか？プラズマぶりだから、まあまあそんな久しぶりではないのか。はい、という感じなんですが、皆さん離脱しないでください。AKB ファンの皆さん離脱しないでください。で、Perfumeファンの方見ててください。そんな感じでツアーがですね、行われます。嬉しい。だから小島つい最近のね、生配信でね、もうとにかく Perfume ライブそろそろ発表されないかなと。もう Perfume ライブに来てんだ、騒ぎてんだって話をしていた。ちょうどそのもうすぐ、その後発表されて、めちゃめちゃびっくりして、で、なんかめっちゃ、なんかね、こんな感じでツアーのね、サイトがありまして、ネビュラロマンスエピソード1というタイトルなんですね。で、じゃあまず日程をすべてバンと出します。もう、バンと出します。読みます。2024年、まず初日がですね、ピアアリーナ MM にて、神奈川県ですね。神奈川県ピアアリーナ MM にて、12月28日土曜日、29日日曜日、31日火曜日、ここはカウントダウンライブということで、大晦日カウントダウン決定。イエーイ。これはね、2023年にもピアアリーナ MM で行われたんですけれども、もう私はもうぜひとも行きたいと思っております。はい。そして、年が明け、2025年1月18日、19日はですね、なんと佐賀県の佐賀アリーナ。すごい、初らしいですね、その佐賀に降り立つのは。そして、1月25、26日は徳島、アスティ徳島ですね、会場は。はい。そして2月15日、16日は、東京有明アリーナということで、こちらはですね、2月の15日はあーちゃんの誕生日となっておりますので、割とねキーになるライブになるんじゃないかなと思います。はい。そして、2月22日、23日は、静岡、会場はエコパーアリーナですね。エコパーアリーナはね、小島大好きで、2012年に行われた JPN っていうツアーとか、2016年のコズミックエクスプローラーっていうツアーとかで訪れていた場所で、ライブ会場の敷地内に結構広めの芝生があるんですよ。で、芝生でゴロゴロしながら開演するのを待つっていうのがすごい好きで、でかつ、駐車場もすげえ広いから、ここはだいぶその車で行きやすい環境だなっていうのを、すごいその印象が強くて、まあ、ライブ見たら、ハンバーグ屋さんのね、爽やかに行くみたいな流れがあってもいいんじゃないでしょうかと思っております。はい。そしてですね、2025年3月4日、5日は大阪。会場は大阪城ホール。いいですね。程よいサイズ感。はい。そして、3月15日、16日はですね、福井、サンドーム福井でございます。はい。こちらは、私はトラウマがあります。過去動画参照。はい。そして、3月22日、23日。宮城県ですね。宮城積水ハイムスーパーアリーナということで、こちらね、ちゃんと土日でございます。前回プラズマツアーではね、宮城積水ハイムスーパーアリーナ、平日にやって、いろんな思いをしました、Perfumeさん。はい、そちらも今回は大丈夫と。はい、そして3月29、30、愛知県の、会場はポートメッセ名古屋第一展示館ということで、ポートメッセか。なるほどね。私は地元が愛知なんで、大体どこにあるかわかるんですけど、なんか行きづらそうだな。はい。でも大丈夫。大丈夫ですよ。海沿いですね。割とね。はい。で、4月12日、13日、北海道、マコマ内かな。マコマ内、積水ハイムアイスアリーナ。ほー。そして、4月19、20、千葉県、ララアリーナ、東京ベイということで。この4月19、20の千葉が、まあ、一応ラストだね。今回のツアーの。
ラストで、まあ、その20日がまあ千秋楽的な感じなのかなと思います。はい、そして、ファンクラブ先行受付がありますね。8月下旬よりということで、まあ、今後、まあ、細かく発表があると、まあ、そんな感じで割と広めにねツアーをしてくれるということがありましてですね、もうこれはね大チャンス大チャンスということで、まあ、各地行きますよ、各地行きます。なのでですね、まあ、我々もともと Perfume ファンだよって方もね、まあ、待望だと思いますよ。こんないろんなところに来てくれるなんてなかなかないんで、っていうのと、ちょっと Perfume に興味を持ったそこのあなた、ぜひともね参加してみてはいかがでしょうか。人生で一回は絶対見た方がいいんですよ、 Perfume ライブって。絶対行った方がいいの、これはマジ で絶対後悔しないということをもう言い切ることができます。はい、そんな感じで今回ね、もうとても嬉しい。で、そうそうそう、でそもそもなんでそのツアーをねこうワクワク待ち望んでたかというと、来年のその2025年っていうのが、まあ、一応ね Perfume の結成25周年、メジャーデビュー20周年というね記念のイヤーであるということがまず大前提にありまして、だからもうお祝いなんですよ、基本的にお祝いなので、まあ、まあ今回そのネビュラロマンスっていうねアルバムがこう出るんだけれども、まあ、そのアルバムを聴いてから参加するっていうのはもちろん一番いいと思うんだけど、多分その記念のイヤーでもあるっていうことも含め、そのまあ有名な曲とかいろいろみんなが知ってるような曲とかも、まあ、ちゃんとやるんじゃないかなってい こうイメージが湧いております。まあ予想ですけどね。はい、そんな中朗報です。はい、こちら見てください、 CD があります。結構分厚い3枚組の CD なんですけど、こちらですね Perfume さんのですね、ベストアルバム P-Cubed というね、まあ、ベストなんですよ。でね、52曲入っておりまして、まあ、シングルとしてこう発売されたね有名ポリリズムだったりとか、まあ、チョコレートディスコだったりとか、タラレバ娘の東京ガールだったりとか、もういろんなね有名な楽曲が全52曲3枚組で入ってるんですよ。これは時系列でねこうデビューした曲から、まあ、そのこれは発売されたのが2020年なので2019年かもしれん2019年の時点での最新曲までが入っているというこのアルバムを小島は実は複数枚所有しております。はい、でこちらはねアルバムをこう皆さんに配布して Perfume を布教していこうじゃないかという企画をね、そのコロナ禍の中で私が立ち上げさせていただいたんですけれども、これがねそのなかなかこううまいこと進行していかないという現状が今までずっとありまして、 Perfume にうっすら興味があるんだけどっていう方にこうちゃんとお配りしたいなっていう気持ちがあって、興味のある方っていうのを探し出すのもちょっと難しくて、まあ、ある程度の人数の方にはすでに配布しておりますので、その配った時のね動画をこの後くっつけたいなって思ってるんですけど、なのでまだあります。でこれ2枚だけじゃないです、もうちょっとあって、なのでそう、それこそ AKB の現場私いろいろ行くんですけど、これ持ち歩きますんで、ぜひ Perfume 聞いてみたいな、ちょっと興味あるな、ツアー行ってみたいな、でもなどうしようかなって悩んでる方がいたら、こちらもう差し上げますので、ぜひ名乗り出ていただけると小島喜んで渡しますので、むしろもう申し訳ないとかじゃなくて、むしろもらってほしい、もうそれでぜひ聞いてライブに参加してほしいと願っております。なのでね、私の願い、本当に Perfume 好きになって15年ぐらい経ちます。で最近 AKB を好きになりました。どっちの魅力もすごくわかるんですけど、なので不況大好き人間なんですよ。だからその AKB のファンの方の中で Perfume に興味がある人がいたら、もうぜひ Perfume の現場にって思うし、で Perfume の現場の中でファンの人がもし AKB に興味があるんだったら AKB の現場ぜひ行ってみてっていうことをもうやっちまいたいんですよなのでぜひもしね、なんか Perfume にこういう風に興味があるんだがみたいな、で AKB にこういう風に興味があるんだがみたいなことがあれば、もうガンガンお問い合わせください、コメントください。はい、もうそのもう橋渡しじゃなくても綱渡りじゃなくて、なんかそういうつなげる役やるんで、はい、そんなこんなで、今回は今年から来年にかけてのツアーが嬉しい発表でしたという動画になりました。こちらのね P-Cubed を配布してる動画をこの後流しますので、ぜひそれもね、みんなてか多分私が一番喜んでるかもしれないけど、みんなね結構それぞれの Perfume がねその皆さんの中にもあるので、なんかそのリアクションが結構面白かったんで、ぜひ見ていただけたらなと思います。今日はちょっと取り急ぎこちらの動画を撮らせていただきました。ぜひ Perfume のことも AKB のことも小島のこともどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では。
曲。いや、どの辺知ってる？でもディスク1はね、うん、あ、私マカロニ好きだもん。あれコンピューターシティ好きって。あ、好き好き。コンピューターっぽいやつ。意外とその序盤があれなんだ。好き。確かにこの曲は。あ、リニアモーターガールも好きだよ。おお、すごいね、うん。これが新曲なら1曲目がチャレンジャーっていう。へえー。うん、知らん、うん。それは知らないよ。あ、でもああ、I Still Love You も好き。あ、そ、そのあたり。うん、そのあたりだね。でもセブンセブンがちゃんと入って。この辺私が。思い出した、思い出した、思い出した、思い出した。いい話。おお、うん、私が多分布教しまくってるエリア、うん、そうそうそう。でこの辺もちょうどハマ、私がハマってる時のエリア。うん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 、いいね。意外とディスクが熱い模様。いいね。うん、この辺から、この辺からわからん。からマジで一切わからんでしょ。うん、あ、ミュージアムわかるよ。大丈夫はないわギリ、うん。だからレベル3ぐらいからかな。あのさ、時計みたいな、時計みたいな歌ある。あるあるある。え、なんかアルバムに入ってる時計みたいな歌ある。ある、2個ある、2個ある。待って。2個。知ってるアルバムといったら、うん、私が知ってそのアルバムはゲームとトライアングルだから、うん、ほんとこの辺、この辺ぐらいまで。あー、あーこの辺の、この辺のアルバム。あ、じゃあ JPN までわかる。わかる。レーザービーム、かすかな香りね。うん、スパイス、自然なガール、うん、マチュアルに恋して、うん、マイカラー、うん、心のスポーツ、うん、あ、ん？微妙だよね、でもそこ微妙。2012だから違うのかな。油さないから YouTube 載せるけど、うん、待って、なんか時計みたいな、あ、なんかすごいあーちゃん、あーちゃんの、あ、分かった分かった、時の針、時の針、あ、それかもしれない。ちょっと歌ってあの日降った、あ、それそれあったね、それそれあったわ、見通してた。それ JPN だ。それ入ってないんですよ。印象的だったなっていう。あれね。うん。マジ美味しいとこ取りだよこの、うん。いいねこれ。お、いいね。聞くわ。聞いて。車で聞くわ。うん。な色。それだね。新しい曲。うーん。聞くわ。え？うんうん。ちょっと聞こえなかった3文字が。え、これこういう色なんだよね。そう、ハゲてるじゃないですか。違いますよ。ずっと日向に置いといたとかで、ねえとかなってないし。オッケー、ありがとう。よかったです。曲目見てごらんさ、曲目を。懐かしいでしょ。でも私さ、うん、多分ディスク2ぐらいまでしかほとんど。そう。だから3、そうだ。3は東京ガールぐらいしかわかんない。うん。そう。だからこの辺、なんかこれ全然時系列やね。うん、わかるよ。うん。なんかその懐かしいねをぜひ、あの、聞く関係ある。聞く環境はある。ある、あるんだ。テレビのレコーダーで聞ける。はいはい、あ、ぜひとも。だけ。うん。ね、本当ここ、この後半。ギリだよね。この後半がだいぶギリ。うん、ここら辺までは絶対わかる。2012だから。そうなんだ。そう。ね、これも2012で、未来のミューぐらいから2013。そう、未来のミュージアムは聞いたことはある。はい。大丈夫ないも聞いたことはあるぐらいだな。これわからんわ。1ミリはね、レベル3だから。そうね。いいよ、1ミリ。1ミリいいよ。でもここから知らないでしょ。でもここら辺はマジテンション上がる。ここすごいでしょ。この辺テンション上がる。で、2の1がナイトライトなのが、で、アイスラブいいじゃん。うん、あ、めっちゃ好き。そうそう、美味しいとこ取りをしているので。懐かしいね、こうやってなると、はい。そう、曲目並ぶといいでしょ、うん。フラッシュとかいいから、とりあえずフラッシュスタートレインあたりは。なんかすごいさ、カタカナがなくなったね。確かに。本当だね。この辺がやっぱいいよね。うん、この前はコンピューターシティやりました。あ、そうなの。うん、楽しかったよ。あれもうやんないの、上上下下。やってない。上下上上。そうか、上下上上ね。いや、聞いてください。ありがとう、聞くわ。小島にパフュームを犯された人第一位。そうなのかな。はい。1位かな。1位だよ。あ、本当。多分。はい、ありがとうございました。ゲームお好きだとおっしゃってたじゃないですか。はい、聞いてます。レーザービーム全然聞いてます。未来のミュージアム聞いてます。あ、でもその辺から怪しいかも。怪しい。マジックオブラブ、あ、聞いてる。あ、リラックスインザシティ、ビッグミアップ怪しいですね。あ、その辺は分かんないかも。じゃあこちらのベストアルバムをあなたにプレゼントします。いいんですか、これいいんですか。あの、聞いてください。3枚組でございまして、あの、リニアモーターガールから全て、あ、マジですごいじゃないですか。2020までの楽曲がですね、もうめちゃめちゃ熱いじゃないですか。はい、入っておりまして、私、あの、布教活動としてですね、はい、こちらを配布するという任務がありまして、はい、うん、昔リニアモーターガールとかめっちゃ音悪かったけど、あ、綺麗になってる。すげえ。たまらに知ってるとこはあるかもね。無限に会い
とかだってこの辺知ってるよ。程よく知ってるやつが入ってて聞きやすいかも。ディスクさんが怪しい。あ、そうですね。今ではね、ほぼ把握はできてる。マジ時系列なんで。うん。ちなみに好きな曲は、この中で言ったら。この中で。はい。もう、ガゼンマカロニですけど。もう、ガゼンマカロニの人ですか、はい、間違いないです。はい。これ YouTube 出していいですか。はい、大丈夫。すごい笑う。ガゼンマカロニなんですか、はい、マカロニの方ですか。次はね、パーフェクトスターですね。わあ、すごいですね、はい、あなた。これ大好き。ガチですね。大好きです。ありがとうございます。第3位は、はい、シークレットシークレット。いや、素晴らしいですよね。マカロニ、パーフェクトスター、はい、シクシクということで。はい。これは、はい、僕の中でちょっと不動ですね。そうですね、譲れないですよね。やっぱり抑えてます、本当に。いやいやいや、もう全然全然。いや。ちょっと。古めというか、そうですね、ちょっと昔の曲なんですけどね。なんかこう一番こうなんか油乗ってる頃っていうイメージがあります、私は、はいはい、なんか僕の中のパフュームはちょっとこうポップよりちょっとこうセンチメンタルなパフュームが僕はちょっと好きですね。わかりました。ちょっと切ないエッセンスがこう混ざった中田サウンドといいますか、そうですね、はい、もうあの安坂サウンドがねたまらないですよね。よくご存知。ちなみにカプセルの方もちょっと聞いてたんで。あ、カプセルも聞いてましたけど、はい、本当にそんなになんか詳しくっていうよりは本当触りでぐらいしか。あ、でも分かります、はい、分かります。それでもね、あとメグとかかな、ね、はい、はい、そのぐらいですかね。すごい素敵、いろいろその中田道を通っていらっしゃる方で、よかったです。そんな方にあの P キューブ、こちらの P キューブというタイトルのアルバムなんですけれども、はい、それをプレゼントできて私は光栄でございます。ありがとうございます。じゃあお店の宣伝とかしてください、アピール。あ、お店の宣伝もいいんですか。はい、あなたの活動の。あ、いいんですか。はい、大宮のシェアキッチンで、カレーとコーヒーのお店、今日の出来事を運営しております。はい。営業しております。はい。どうぞよろしければお待ちしております。ありがとうございます。カレーの特徴といいますか、こだわりポイントはございますか。ですね、豊富なスパイスを、はい、使用しまして、はい、ちょっとこう、パンチがあるカレーっていうよりはちょっとまろやかな、どなたでもこう食べれるような、うんうん、どちら様でも老若男女食べれる、カレーを目指して作っておりますので、お子様と一緒にでも、はい、お友達でも、お一人でも、お誘いの上、はい、ちょっと違うなお待ちしております。愉快で楽しい方でしたね、本当にちなみに私もですね、食べたことがありますが、はい、本当に自分の力じゃ一生たどり着けない素晴らしい味付けでしたね。いや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 、はい、だから美味しかった。いろんなものが入ってるんだろうなっていう味。はい。イエーイ。ちなみに好きな飲み物か。僕もがっつり聞いてましたね。聞いてましたっていうか、前まで、はい、聞いてました。そう、私がね、落ち込んでる時に、あの店の中で、パフュームを流してくれたっていう。すごい、それが心に残って。いやいやいや。そう。ちなみにちょっと入ってないんですけど、はい、僕は575めちゃくちゃ好き。ああ、入ってないんですね、こちら。そうなんですよね、見たらね。すごいマニアックですよね、やっぱり。ご存知ですね。ですよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、緑川さんでした。どうも。